ファンファレが聞こえてきました函館競馬場です。第2レースは牝馬限定の3歳未勝利戦、ダート 1700m13 頭。函館のダートは水の浮く不良馬場です。函館競馬2レース、牝馬限定の3歳未勝利、ダート 1700m13 頭が出走して行われます。ダートコースは不良のコンディション、一面水が浮いています。先ほど各馬がウォーミングアップを行っている段階では、各馬の足音がバタバタという音で聞こえてきました。スタンド前、右手の枠入りはパールシェル、13番ゲートに促されて入ります。ゲートインが終わりました。スタートしました。と3番のクランプレミア、出てからつまずく格好で後方に下がりました。先行争いは4番パラディ、9番マルヨクレハ、12番チェイスザウェイも押して上がっていきます。10番レディエンフェイス、4番手内、1番イリュージョンは控えて5番手の内、並んで8番ウィンクルティアラと2番コリアンドリです。馬群切れて中段は内、7番シルバービスケッツ、13番パールシェルは中段やや後ろ、13頭が1コーナーをカーブです。4番パラディが先頭に立ちました。リードは4分の3ぐらい。12番チェイスザウェイが2番手、2コーナーです。3番手3頭で左内1番イリュージョン、外10番レディエンフェイス、2頭の間9番マルヨクレハ、現在5番手で2コーナーを出て向こう上面に入ります。マルヨクレハの体半分内が8番のウィンクルティアラです。その後2馬身差、中段は7番シルバービスケッツ、内外が2番のコリアンドリ、コリアンドリの2馬身後ろが13番パールシェルです。向こう上面中ほど800を切りました。パールシェルは先頭まで8馬身から9馬身です。あと後方少しばらけて5番プルシアンブルー、6番ブルーブルースカイ、後ろから2頭目が11番アルマケルブ、最後方大きく遅れて3番クランプレミアです。3コーナーのカーブに入ります。4番パラディが先頭、体半分リード、3、4コーナー中間ピッチを上げます。12番チェイスザウェイがピタッと2番手、3番手内をして1番のイリュージョン、400を切って4コーナー、4番手は差ができました。内をすくうように8番ウィンクルティアラが単独4番手に進出、外を回って2番のコリアンドリで直線コースに向かいました。4番パラディが先頭、振り切りにかかってリードは2馬身、追って1番のイリュージョン200を切りました。12番チェイスザウェイがこの争いから少し遅れて3番手、4番手また開きました、100を切ります。4番パラディが先頭、並ぶ1番のイリュージョン、4番パラディ1番イリュージョン2頭並んだ、並んでゴリ、わずかに4番パラディ押し切ったかどうか。最後は1番のイリュージョンが並びかけましたが、4番パラディ残したようです。今最後に3番クランプレミア入線、押して先手を取りました。4番のパラディ1番イリュージョンの追い上げをしのいでデビュー8戦目で初勝利をマークしました。3着は12番のチェイスザウェイです。勝ちタイム不良のダートコース1分44秒7、上がりはゴールまでの 800m 50秒5、 600m は38秒0でした。今日は控える競馬で追ってきた1番イリュージョンを振り切りました。並ばれてからも抜かせずに4番のパラディ押し切っています。ロードカナロア産駒、お母さんのブリネットは2013年のフローラステークスの3着馬、横山武史騎手はこの函館開催12勝目です。逆転の4年連続の函館リーディングへ、今開催12勝目。到達順すんなり発表されました。函館2レースは1着4番パラディ、2着1番イリュージョン、3着12番チェイスザウェイ、4着8番ウィンクルティアラ、5着7番シルバービスケッツと発表されています。確定までお待ちください。不良のダート1分44秒7という時計でした。横山武史騎手のパラディが1着、横山和夫騎手のイリュージョンが2着、12番のチェイスザウェイが3着。では4番、1番、12番の最終オッズです。1番人気、4番人気、9番人気の順です。単勝4番 1.9 倍、枠連14 6.5 倍、馬連1番4番 6.9 倍、馬単4番1番 10.3 倍、3連複1番4番12番 68.1 倍、3連単4番1番12番 212.6 倍です。ちょっとねこういう特殊な馬場だと、その馬場のね、適性というか得て増えてもあって、かなりね力が出せた馬とそうじゃない馬の差が開いてしまうかも分かりませんね、はい、函館2レース、レースをご覧いただきました。レース確定までお待ちください。